お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりです、草子さん。ね、お久しぶりです。前回公園で、あ、そう、外へ撮った。めっちゃ風強かった、はい、電車来るたび止まってそうありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと今回伺いたいのはですね、はい、草壁さんって性のお悩みってあったりするのかなっていうのを伺いたいんですけど。性の悩み、はい、うん、なんか思うんですけど、はい、そのもっとグッズ系、はい、グッズ系とかを使ってもいいんじゃないかなと思って、はい、例えばローションとか、はい、そのなんか普通のその皆さん皆さんなんかラブホテルとかお家でもいいんですけど、はいはい、ローションって使ってる人少なくないと思って。まあ確かにそのなんて言うんでしょう、そうで理由を考えた時に、うん、ローションを使ったらなんか負けみたいな塗らせられない俺がみたいな思っちゃう人いるんじゃないかなと思って。いや、それもあると思います、ね、確かに、はい、そうだから渋々使ったりとかノリノリで使う人ってそんなにないんじゃないかなって思って、はい、あ、そうかもしれません。そうでも女性ってか私的にはもっとそういうの使ってほしい。そのむしろいいことしかないじゃないですか、はい、痛み例えば、はい、あんま塗れない時あるじゃないですか、うん、気持ちいい気持ちよくない関係なしに、うん、あんま塗れない日ってあるから、はい、そういう時に無修正で使ってくれた方が気持ちよく、なるほど、気持ちいいしお互いなんか楽しめるんじゃないかなって思って。 あんまそんな使ってないんじゃないかとっていう、はい、と思います。変な質問かもしれませんけど、作品での撮影以外で、はい、最近はあるんですか、そういう お遊びはあるってことですか。お遊びないです。あ、じゃあ、でも女優さんになる前に自分でするときは使います。あ、そのなんかみんながあんま使ってないんじゃないかっていうソースはどこからなのかなっていう。え、過去の経験と友達とかいろんな人に聞くと、はい、使ったことない。あ、使ったことない。はい、ローションでいうと後処理が面倒だったりとかっていうのがあるんですよね。なんか例えばご自宅だったらシーツが汚れてびしゃびしゃになっちゃうとか。そんないっぱい使わなくていいんですよ。なんかもうこんぐらいで、はいはい、こんぐらいに、ね、そのなんか全身テカテカ塗ってくるとか。だってでもいいけど草壁さんたちテカテカにして使ってるでしょ作品では。まあ、作品では、はい、テカテカにして使ってますけ ど、はい、そのする必要はないじゃないですか、まあ、プライベートっていうか。そっかそっか、すいませんすいません、はい、そうか、適量を使う分には、はい、もうみんなハッピーじゃないですか。確かに、だって使っていいって聞きますもん、使おうじゃなくて。え、ですよね、なんか、はい、負けみたいなそうですね、しぶしぶみたいな、使っていいんです使いましょう。女性から使おうっていうのはやっぱまあそれはちょっと変か、男性が言うべきか。あ、でもそっか、私言いたいけどな、言いたいっていうか言っちゃうかも。え、これ使ってみないって、使わない。あ、じゃあ自分自身への悩みというよりかはこのエロ業界への、エロ業界じゃないな、なんて言うんでしょう、みんなの世のライフへの提唱ってことで。はいあ、なるほど、わかりました。はい、もうじゃあ恥ずかしいことじゃないと。全然恥ずかしくないです。ガンガン使っていってほしい。ガンガン使っていきましょう。ありがとうございます、はい